ダンさん、エンジンをかけてくる。あのダンさん、うん、借金取りか。違います。ママの使いか。いえ、そうでもありません。何の用だ。私はボクサーです。今日の前座で勝ったマギー・フィッツジェラルドです。マギー・フィッツジェラルドか。用は何だ。試合見ました。いや、いいファイトでした。私のトレーナーになってもらえません。女は断ってる。そう言わないで。私タフには自信があります。お嬢さん、タフだけじゃダメなんだ。エンジンを温めとく。ダンさんね。ふん、金を借りてた。ああ、いえ。昔ママと。さあ、それは分かりません。じゃあなんだ。私ボクサーなんです。前座で勝ちました、マギー・フィッツジェラルド。よし、マギー・フィッツジェラルド。要は試合見てました。いや、楽勝でした。トレーナーになっていただけないかと。女は断ってる。考え直して。私本当にタフなんです。ボクサーはタフなだけじゃダメなんだ。この車バックできねえのか。手伝いよ、ウィリー。ホーガンは何だって。タイトル戦をやらないかとさ。待ちかねた。無理だと断った。お前はあと 2,3 戦必要だ。ずっとあと 2,3 戦って言ってるじゃないか。いいかウィリー、チャンスは一度だけだ。負けたら次のチャンスは来ない。あと 2,3 戦やれば挑戦できる。わかったよ、フランキー。フランキーはよく言っていた。ボクシングは不自然な競技だ。ボクシングでは全てが逆さまだ。場合によっては最高のパンチを入れるために後ろに下がった方がいいこともあると。神を守りたまえ。ケイティとアニーのこと、それ以外はいつもの通りだから、いちいち繰り返さない。だが後ろに下がりすぎると戦ってることにならない。バックできる車に変えなよ。いいから押してくれ。ホーガンの話は。タイトル戦のオファーだ。やったぜ。はっきり断ったよ。あと 2,3 試合やってからだ。あと 2,3 試合って何度言われたかな。なあウィリー、タイトル戦は一発勝負だ。負けたらそれで終わり。あと 2,3 試合待つんだ。辛抱しろ。あんたがそう言うなら。フランキーに言わせれば、ボクシングとは不自然な動きそのもの、逆転の発想だそうだ。時に最高のパンチはステップバックした際に放たれる。主よ、どうかケイティをお守りください。それにアニーも。それ以外は毎晩祈ってることなので省略します。だが下がってばかりではボクシングにならない。今日は何が聞きたい。神様は一人なのか、それとも三人なのか。ほとんどの人は幼稚園の頃それを理解する。三種類の味のクッキーが一つの箱に入ってるようなものか。君は私の教会に来て神をクッキーに例えるのか。私を挑発するために毎日来てるんだろうが、無駄だぞ。悩んでるんだ。嘘を言え。本当だ。では答えを与えよう。神は唯一絶対だ。他には忙しいんだ。聖霊はどうなるんだ。聖霊は神の愛だ。じゃあイエスは。神の息子だ。ふざけないでくれ。それじゃあイエスは半分だけ神か。半分神などない、この異教徒め。
娘さんに手紙を。書いてるさ。神父に嘘をついているな。明日はうちで休め。ミサには来るな。今週の質問は？毎度おなじみ、三密体とは。そんなの子供でも知ってる。要は信じるかどうかだ。パパとママが抱き合えば赤ん坊ができて三密体ってか。私の教会の前で不謹慎な冗談を口にするんじゃない。私をからかうために欠かさずミサに顔を出してるのか。わからないんだ。嘘をつけ。本当だよ。では答える。神は唯一絶対。他になければ忙しいので。聖霊とは何なんだ。神の愛の象徴だ。イエスは神の子だよ。いい加減にしろ。じゃあイエスは半神半人なのか。おい、ふざけるな。君は異教徒か。娘さんに手紙は？もちろん出した。神父に嘘をつくんじゃない。明日は休むんだ。ミサには来なくていい。これはデンジャラスティラードファイティングフリッポバンバンバーチ。出身はテキサスのブローフォード。デンジャーが現れたのは2年ほど前。母親の新しいボーイフレンドのアーベルと一緒にロサンゼルスにやってきた。アーベルはロスに馴染めず結局テキサスに帰った。デンジャーはアーベルを1週間ほど探した後うちに顔を出した。俺は黒人に偏見は抱いてません。そうか、よかったよ。うん、だけど俺の故郷では大勢が偏見を持ってんです。でも俺はママに教わった。人を傷つけちゃいけない、黒人だろうと。いい母親だな。他に用はあるか。何気なく言った質問だったが、デンジャーはまともに受けて答えた。俺はウェルター級の世界チャンピオンになりたいんです。俺はやるぞ。モータースティーコブラ、トーマス、ヒットマン、ハンズと WBA 世界ウェルター級タイトルをかけて試合するんだ。うるせえな、黙ってろよ。フランキーはこのヒットピットをフロリダに引っ越したがっていたボビーから買い取った。フランキーは安定した生活が欲しかったのだ。ところがその後でフランキーは大抵のジムが赤字なのを知った。デンジャーに行ってないのか、ここに来るなって。誰にも迷惑はかけてない。俺が迷惑だ。空気を相手に本気でパンチ出してるのを見ると気がめいる。何度も言っただろうが、たかが漂白剤だ。どうしてもっと安いのにしないで高いのを買ってくる。匂いがいいからだ、フランキー。漂白剤の匂いは同じだ。よう、スクラップ。いやミスターウィリー、どうだ、やってるか。ウィリー、よう。どうも。いや、ウィリー。ああいい試合だった。どうも。みんな褒めてる。俺の名はデンジャラスディラードバンバンバーチ。テキサスはブロワード出身だ。デンジャーがジムに現れたのは2年前。おふくろさんのボーイフレンドアーベルに誘われロスに遊びに来た。そこでアーベルは彼を置き去りにしてテキサスに帰ったってわけだ。1週間アーベルを探した末にこのジムに姿を見せた。あのさ、俺黒人に何の偏見も持ってない。そりゃ嬉しいね。そうさ、俺の生まれたブロワードじゃ偏見持ってるやつが多い。でもママは相手が黒人だろうと傷つけちゃいけないってそう教えてくれた。いいママだな。俺にできることは。おざなりの受け答えだったが、デンジャーはまともに受け取った。俺さ、ウェルター級の世界チャンピオンになりたいんだよ。みんな聞いて、デトロイトのコブラ、この試合トーマス・ハンズをぶっ倒し、俺がウェルター級の世界チャンピオンになる。黙れ、カトンボ。フランキーがヒットピットジムを買ったのは17年前。ジムを追ったボビーはフロリダに引っ越す直前に急死。安定した収入が目的だったが、すぐにジム経営の難しさに気づく羽目となった。追い払えと言ったろ、デンジャー坊やだ。いても別に買いにはならん。
目障りなんだ。あいつのシャドウを見てると情けなくて力が抜ける。それと漂白剤は安いのを買えって言ってるだろう。安くても漂白力に差はない。もっと節約しろ。匂いが違うんだ、フランキー。匂いだって同じだよ。エアスクラップ。いやあ、ビッグウィリー。昨日見たぜ。うん、いやあ、ウィリー、ナイスファイト。ありがとう。いやあ、ウィリー、どうも。いい試合だった。ありがとう、評判だぜ。タークルフィオン、イスダシウー、グラサ・アガト。そりゃどこの言葉だ。ようか。今うちのボクサーがよそのマネージャーと話してたから知らせとこうと思ってね。よそのマネージャーと話してた？ただのマネージャーじゃない、ミッキー・マックだ。つまりはこう言いたいのか。ビッグウィリがミッキー・マックと話していた。実際にはまだ話してない。俺は読書してるんだぞ。そうか、大事なことかと思ってね。タクフィオン、エスターシュ、ラサ・ベガーツ。そいつは一体何語だ。何か用か。よそのマネージャーと口を聞こうとしないボクサーがいるってことを知らせたくてな。よそのマネージャーと話さない？それも大物と来てる。ミッキー・マックだ。ビッグウィリーがミッキーと口を聞かない？それを言いにわざわざ？一言もだ。妙じゃないか。俺は読書中なんだ。そうか、本の方が大事か。女が来てるぞ。何？参ったな。急いで行け。あの打ち方じゃ手首を骨折するぞ。あの新しい子は何？くそ、あの時の。早く言ってやれ。あんな打ち方を知ってりゃ手首を痛める。時間の無駄だぞ。女は断ると言ったはずだ。気が変わってません。女を受け入れるトレーナーは他にたくさんいる。探せばすぐ見つかる。トレーナーはあなたがいいんです、ボス。ボスなんて呼ぶな。俺はお前のボスじゃないんだからな。ウィリー、いよいよできたか。いつでもいいぜ。ボスって呼ばなければいいですか？ダメだ。じゃあずっと呼びます。彼女はミズーリ州の出身。オザーク山脈のさびれた町セオドシアの外れで育った。杉とカシの木以外は何もない地の果てのような土地だ。そこで彼女が学んだことは一つ、自分は貧しいということ。時間の無駄だ。女は教えないと言ったろ。気が変わったかと思って。女を受け入れるジムは他にいくらでもある。よそへ行くんだな。あなたがいいのよ、ボス。よそじゃダメ。ボスと呼ぶな。俺は君のボスでも何でもない。ウィリー、用意はいいか？オーケー。ボスと呼ばなきゃ教えてくれます？断る。じゃあボスと呼ばせてもらう。彼女の生まれはミズーリ州。オザーク大地のどこだかにセオドシアというちっぽけな町があるらしい。周りはどこまで行ってもヒマラヤ杉とカシの森が続く。そこで彼女は蝶のつく貧しい家庭で育った。パンチ練習です、ボス。ボスじゃない、バッグに叩かれてるのか。ボス、見てくれた？ボスじゃない、
サンドバッグに遊ばれてる。あいつに金を返せ。いいのか。いくらもらってある。半年分。まったく。返してくるよ。余計なことするんじゃないスクラップ。半年分の金を返してまで追い出すことはない。勝手にやらせろ。あいつを励ますことだけはするなよ。分かった。デンジャーのやつは何をやってる。あいつが見てるのは何だ。水のペットボトル。あいつは金払ってるのか。金だって。トランクスも買えないやつが払えるか。もういいから出て行け。金を返しまえ。いいのか。いくら払ったんだ。半年分。まったく。じゃあ返すぞ。よせ、そう先走るんじゃない。半年分丸々納めてるものを無限に追い出すこともないだろう。だが絶対に調子に乗らせるな。オッケー。デンジャーのやつ何をしてる。何を見てるんだ。ヘッドボトルを見てる。金を払ってるのか。あいつが。トランクスも買えないのに払えるもんか。もういい、出て行け。